小学校2年生の時にそれを感じて1年間で寝れなかった時があって、いや別に自分がすごいじゃなくてね、一緒なのになんで俺が死んだらこれが別々になるんだろうみたいなこと、本当に夜ね考えて寝れない期間が1年ぐらいあったんですよ。だからお姉ちゃんのところいつも行って寝れないって言って、お姉ちゃんには相談したんですか、それは。 したなんて、何それっていう感じだったでその時になんか結論に達したんですかね、それとも全然達さないんです、うん、要はそれ本当に後で分かった、40ぐらいで30代で分かったんですけど、僕は多分これと僕地球とか植物ってみんな一緒のはずだと、分かんないんですよ、それ原子の話なんか知らないから、一緒なんだけど僕は50年したら、その時はね50年したら死ぬ、死んだら僕はいない、一緒じゃないじゃん、俺だけいないじゃんっていうようなことでパニクるわけですよ。でもそうすると人の循環ってなんだっけみたいな、おじいちゃんがいたけどいなくて俺が生まれた、あれもしかしたら何かが伝達はされてるのかもしれない、でそれって DNA の話でしょ、うん、マジでこれぐらいまで考えたんですよ2年生で。あとは多分もう 今言うからなんか DNA でしょとか原子でしょみたいな話はできるけど、なんかそれが怖くてっていうのは、ね、これマジな話。多分ね、そう同じだと思うって話をする。それは目には見えないんだけど、人間ってあなたと僕も一緒だし植物と僕も一緒、そのちっちゃい目には見えないもので全部がつながっているよねっていう、それは DNA の話も現地の話も僕一緒だと思ってるので、目に見えない、それがミクロだったり、逆に言えばマクロだったり、マクロをそれはある人たちはそれを神と呼ぶと思うんですね。ミクロもマクロも僕は一緒だと思ってて、視点でこういう見えている、例えば紫外線赤外線とかあるじゃないですか、目に見えてるのは僕らここだけども、目に見えてるのはいっぱいあるってっていうような話と一緒なんじゃないのって思うわけですね。だから目に見えてるここだけど、ミクロとかマクロの視点で見ると結局同じじゃんと、そうそう、それって例えばねっていう話で原子とかっていうのがあってねとか、例えば DNA ってなってね、でこういう例えば簡単な僕が好きなニュートン、僕でも読めるこういうひらがなで振り仮名まで振ってるから、でこういうのちょっと興味があったら読んでごらんって小学生とか読める。